錦鯉の長谷川雅紀です。はい、占い師の大石です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、本日は旬な人占い。はい、今旬といえば、はい、この方でございます。はい、ババン。あ、もう今をときめく須田君と、はい、七尾さん、この二人が、ね、スクープされましたよね。なんかお泊まりデートだそうで、なんかすごい話ですね。なんかね、もう先生見ました？いや、俺よく実は知らないんですが、話を聞いた時に、はい、これコマーシャルだよねって思ったんだけど、違うよね。いや、僕はその写真とか見て、あ、見たのね。見ました。はいはいはい、どうでした？いや、なんか普通にまあまあなんかデートしてる感じで、っていうので、ね、なんかそのまあまあなんでしょうね、このご時世そのまあ一応変装というか、はいはいはい、帽子かぶったりね、マスクしたりとかしてましたけど。だから、なんていうかね、あ、こういうふうに。そうか、長谷川さん言ってたもんね、もう狙われてんだから、みんなもっと慎めばいいのに、みたいなこと言ってたよね。うん、慎むというか、そうそうそう、ね、気をつけなきゃ、まあ、個室というか、で、お会いしてたみたいな話を持ってましたけどね。まあ、こちらが、その2人の相性は一体どうなのかと、本当に今をときめく2人というかね。本当ですよね。まあ、それでね、生年月日しかわからないのでお二人分ここに書いてみました。で、まあ、七尾さんの方が年上で、はい、5つ年上だそうなんですね。うん、で、面白いんですがですね、こう見ていただくとね、例えば須田君って、まあ、1993の鳥年の生まれなんですよ。で、鳥年の鳥の日なんですよ。で、七尾さんって辰年の辰の日なんですよ。で、構造的にだから年と日が同じっていう点でまず似てるよと。そして、まあ、構造的に似てるということは割とこう精神構造とか価値観とか似たようなものをまず持ってるって考えられるんですよね。そしてさらにですね、ここ赤い線でこうやって引きましたけど、例えば辰年生まれと鳥年生まれっていうここがですね、まあ、これ十二支の関係の中で5っていう関係で引き合うぞって言われてるような関係なんです。ただこれ生まれ年ですから、まあ、ざっくり言っちゃうとこの年生まれの人全部とこの年生まれの人全部は相性いいぞって話になっちゃうので、普通は恋愛とかではあんまり重視しないとこなんですね。で、占い上の理屈でいくと、生まれた日を個人と見て、生まれた月はそれよりちょっと大きい集合だから家族とか家とか見ますと。で、年はそれよりもっと大きな集合だから社会と見ますと。つまり年は社会だって考えるんですね。そうすると年がいいよってことは社会的なお仕事上でこう組んだりするといい人ですよっていうふうに考えることができる。でも、まあ、年だけだとそれ止まりなんです。で、今言った年月日にした時に最初に言ったようにこの方々は社会の顔とこのプライベートな顔と同じ星になっていると。で、これがまたこう引き合うよって言われてるわけだから、こうなると今度は完全に個人的相性としてバッチリじゃないかみたいな感じになるわけなんですよね。でね、相性的には、はい、なかなかないくらいいいものを持ってると思います。ほう。で、さらにもう一つね、自分が必要な十二支ってあるんですよ。うん、で、この須田君の場合だと実は辰が欲しいんですね。で、辰こんなにあるんですよ、七尾さん。うんうん。で、七尾さんなかなかこれ実は難しい組み合わせではあるんだけれども、虎が欲しい方なので、そうするとね、お互いに必要なものを相手が持っててくれるっていう組み合わせになるので、すごいじゃないですか。そう、気が合うとか合わないとか以上にこの人となんかいろんな意味で組むことによって、うん、お互いの運が相乗的に上がるぞって組み合わせなんですね。すごい。だから占い師的にはね、これはまあその知ってか知らずかとてもいい相手を引き当てましたねっていう形でですね。そう、だからまあ相性的にはバッチリなんですよ。はい、ただいつも言うように相性にはそういう生年月日の固定的な相性と、それからタイミングの相性っていうのがあるので、うん、はい、ベストマッチの2人でも例えば今年とかこのタイミングがいいか悪いかということによって、うん、そもそも長持ちするかどうかってまたもう一個別問題があったりするわけなんです。うん、で、このタイミングの良し悪しについては、はい、明日、明日、さらに説明を。ちょっと気になるところですね、そこは。そう、はい、タイミングじゃなく素材的にはもうバッチリの相性だと思います。すごいですね。ここまでいいのもなかなか珍しいと思いますね。なかったんじゃないですか。はい、そう、まあ、変わり者同士でよく会うという2人だと思いますので、はい、じゃあ続きは明日。はい、また明日お楽しみに。